う。だからあの家の2階の方に投げといたけど。ありがとうございます。はい。あ、失敗した。なんか。来た。うわあ。どうも。どうも。ここはあれですか、マリファナを育てる場所ですか。おお、しっかり引っ張ってくるじゃん。引っ張ってくるじゃん。もうおもちゃじゃん、俺。あった、おもちゃにされてるじゃん。ちなみに外にリーパーがいいんだけど。リーパー入ってきた、リーパー入ってきた、リーパー入ってきた。そうでしょ、もうやめてよ。リーパー入ってきた。さっきも爆破されたんだからね、この建物、ほんとにさ。リーパーなんだよ、そいつマジで。リーパー今2階にいます、オーバー。2階ですか。見当たんない。あれ ?3 階かもしんない。あれ、はい、リーパー、姿を消しました、オーバー。振り見てなかった。あ、いた、窓にいます、2階の窓にいます。やめてよー、本当によー。今3階に来ました。3階に来ました。やろ。どっから湧いてきたの、こいつ。3階です、3階。あ、もう俺もうちょっと今屋根のとこにいるから、屋根のとこに。ああ、上がってきてる。吉田さん、あの、もう逃げ切ってください、ちょっと。あの、ほんといい。美味しくないよ。美味しくないからね、これ。もう修復、本当にね、本当ひどかったんだから、もう。ああ、見つかった。遊んでじゃねえよ。楽しんでんじゃねえよ。おお、近い。バイ。いっぱい。来た。キーパー、外でやってくれるね。やってくださる？それ。そう、なんかさ、なんか小説、モバゲーで小説書いた頃のあれが YouTube だったらそこそこなんか売れっ子なんじゃないかって話したじゃん。はい、で普通に考えて多分あれね、あれ動画削除される気がするんだよね。あの結局 ほぼほぼパロディネタだったの。そう間違いなくあの収入剥奪か、あの非公開化されるか。ストーリーは何だろうね、ある種同人誌の流れなんだよね。あのストーリーは自分で考えてキャラクターを自分の解釈で動かすっていうところだけど、全てオリジナルキャラクターはいないんだよね。そう、あのオリジナルキャラクターあなたしかいない。俺もオリジナルキャラクターではないんです。そもそも存在してる人間なんだよ。そう。オリジナルキャラクターって、あの、あなたたちがね、あの考えたオリジナルキャラクターだみたいな感じで扱うのやめてください。そう。何をね、オリジナルキャラクターにしてるのか知らないけど。もうそう、俺さ、なんかさ、本当に動画の編集してて思ったのが一個あって、俺ガチで何も狙ってないのにあのナチュラルインブが出てくるんだよね。NY ナチュラルインブ、訳さなくていいよ。略す必要ない。そう、俺そう、なんかね、今のやりますねとかもそうだしさ、うん、もう許さねえからなとかもそうだしさ、やばいんだよね。あのなんだっけ、あいつバケツチャレンジの時一番やばいと思ってて、あの結局あの金暴力セックスが脳内に多分どっかにあったんだろうな。KBS が、あ、KB、そう、KBS がどっかに多分あったと思うんだけど、多分言い方がなんかね、そう、アイスバケツチャレンジっつって、ね、暴力セックスだったんだよ、完全に。
やばいの本当に。なんか、ね、助けて、これ病気だと思うんだけどさ。病気だよ。五六が染みついちゃってんだけど。っていうか、そう、しっかり病気だから。だよね、これ病気だよね。まあ、なんだろうね、安心してとかって言い方はできないけど、間違ってないから大丈夫です。しっかり病気。助けてよ。どうかと思う。どうかと思うよね、僕もそう思います。さん健康とかってあんま興味ないもん、ね。うん。やめる必要ないかなと思ってるから。あれがあるんだったら。ちょっとね、頑張って、少し、なんだろう。体を、もうちょっとこう、に、優しい。人様に見せられる顔に。顔じゃねえよ、体に。突然、突然めっちゃ悪口言ったじゃん。ああ俺は人様に見せられねえ顔だよな。違う、俺の話だったんだよ。そうだな。俺の話だった。吉田さんの顔の話じゃなかった。吉田さんの体の話でもなかった。俺の体の話をしようとしたんだけど、ちょっと出ちゃったよね。やっぱ出ちゃった。ちょっと日頃の恨みが。の部分が出ちゃった。うわぁ、洞窟来ちゃった。めんどくせぇ。あーもうあーあーねえ、おかしいって絶対。絶対おかしい。なんかおかしいよ、これ。ちょっと待って。取りに行ってるけどさ。なんかおかしい。光源が全く働いてない。うん。なんかそんな感じする。ああ。なんか死ぬたびに、しかもなんか変な影ができながら、変な影できそうそうそう。なんか暗い部分、やたら暗い部分があったりする。これ一回サーバー落とした方がいいのかな。まあでもそれはやってみていいかもね。うん、ちょっとやるか。一回サーバー落とすわ。なんか俺階段ブロック持ってるわ。いらねえわ。うんうん。俺に渡して。あ、間違えた。俺にちょうだい。ここにあります。ここです。ここ。ここ。これですか。これですか。これで間違いないですか。これですか。はい。This です。このこいつですか。はい。これです。これ。ああ取った。ああ。取れちゃった。取っちゃった。おしまいだ。おいっす。おいっす。元気がいいですね。ああ、自分の声聞いてるとさ、うん、こいつ今にも死にそうだなって声してるのがさ、なんか本当ショックでさ。いやーでもね、わかるよ。うん、なんかこう客観視が大事なのってこういうことなんだろうなってちょっと。だからね、そう、まあ、第一印象としては最悪の実況ですよ。最悪の最悪か。最悪ときたか。我々の実況最悪ですよ、第一印象。そうか。最悪か。悲しい気持ちになってきた。いやでも。俺の目つきが死んだ魚の目みたいな感じのこと言ってたじゃないですか。はい。死んだ目してるみたいなこと言ってたじゃないですか。はいはいはい。まさか声までとはっていうところはあるわけですよ。やっぱ僕としてはね。まさか声まで死んでるとは思わなかったからさ。悔しいよな。悔しいよな。悔しい。もう悔しくて泣いちゃうよ本当に。どういう生き方したらこんな抑揚のない喋り方になるのかよくわかんないもん。まあね、わかりますよ、気持ちは、うん、僕もそう思います。じゃあさね、まだはっきりと
聞き取れるからいいんだけど。いや吉田さん、いや吉田さん、いや微妙よ。だから結局さ、俺のあれじゃん、録画だからさ、俺のはマイク直だけど、ヌーさんはディスコードを挟んでるから、あとマイクがしょぼいから。まあそれはあるけどさ、いやそれでも言い訳にならないくらい死んでる声してるよ。まさかね、自分が本当にゾンビだって自覚することがあるとは思わなかった。散々言われてた、ヌンヌンゾンビ説。そうそうそう、まさか自分でこうやってこういう形で自覚する時が来ると思わなかった。ショックです、僕は。なるほどな、うん、そういえば、今日からモンスターハンターライズ、サンライズ、ライズ、なんだっけ、タイトル忘れちゃった。モンスターハンター、うん、ライズ、サンライズみたいな。やたらライズするじゃん。今日から出たんだよね。ちょっとね、やりたい気持ちもあるんだけど、マインクラフトはちょっと忙しいからさ、うん、できないんだよね。でもまあ、お任せじゃないけど、まあ、うん、吉田さんやりましょうっつってさ、すげえ言われてさ、うん、オッケーやろうやろうっつってるけどさ、うん、やってる暇ないんで。ただまあモンハンはねこのくらいのあれだけど、これ地球防衛軍が出たらもう本当にちょっと一時休止、あれ休業するかもしれない。ハハハハ。ちょっとこれ地球守ることに関しては命かけてくからさ。そうじゃん。ああこれさあれだよね、 VTuber になりたい。でもさ VTuber ってさ、やっぱりさ、うん、みんな声がいいわけじゃん、男女関わらず。そうだね、みんな喋りも上手だしね、うん、なんかさ、ほんと VTuber ってさ、あの YouTube の実況とかと違って、なんかほんと芸能的なところを引いててんじゃん。そうだね、俺たちみたいな普通の、うん、あー、いやいや、どうぞ。俺たちみたいな陰キャーは無理なんだよね、多分。ああ、やっぱね、あ、でもそのまあ、VTuber とかそういう人たちってやっぱりどっかで自分の欠点自覚してるから、はいはいはい、まあ、それを押してもやってる人たちも多いと思うので、はいはい、まあ、どう考えたらまあまあまあ我々も陰キャだし、あれなんかちょっとこう喋りもうまくねえし、声もゾンビみてえだし気持ち悪いなと思ってるけど、はい、まあでもなんかこうやってみたいっていう気持ちは大事なんじゃないですか。なるほどね、うん、VTuber になるのか。そうだね、 YouTube に湧いたゴキブリのような存在になろう。ゾンビからゴキブリまでいったね。ひっそりとさ、うん、お、なんか落ちてるのかもよくわかんないけどね。いまいち生き物ではあるから、あいつらも命がけで働いてるからな。そうだよな、ね、あいつらもね、ほんとあのチーたちもさ、あの姿を見せないんだったら家にいてもいいんだよね。いいよっつって、家にいていいよ、音も鳴らさず姿も見せなければいいよっつって、うん、まあ、そういうことね。俺に全く気づかれないんだったらいていいよって、うん、思うんだけど、あいつはたまに顔出してくるから。そうそうそう、ちょいちょい我が物顔で出てくるからな。ウィーンっつって出てくるから。とりあえずどこにいるのかな。あ、俺戻っちゃった。ああ、別にいいよいいよ。何ですか何ですか。別に、いや、何でもないです。もうやめてください。終わったの、もういいって言ったでしょ。来ました、来ました。
なんだあいつ暴力的だな、俺よりよっぽど逮捕した方がいいぞあいつ。特艦バトル悲劇の1日27万コンボールですら闇を感じるよ。ピックアップデスト。やばいよねマジで、地獄かよ。すごかったもん、あのね、ガンジーが人を許すっていうその気持ちが若干分かったもん。そう、なんか全てを許した俺も。なんか5、6万とか課金して出なかったらさ、ふざけんなっつってイライラするかもしんないけど、27万を1日で溶かしたらガンジーになれる。ガンジーになるためにそれはできねえな俺。完全に憶測だけどね。だから知りたいよね。あの、俺もういいんだよ。別に、あの、ドッカンバトルテーブルやってましたって言われても、俺も多分このドッカンバトルってゲームやめる気ないし、多分一生ついてきます、パイセンみたいな感じだから。だから聞きたいんだよね。本当にありましたかつって。あの、別に悪口言うわけでも何でもないから、本当にあったのか聞きたいんだよね。いや、そういうのは言えないだろう、ね。いや、絶対言えないよ。あと俺がよく行ってたパチンコ屋に遠隔やってましたかって聞きたい。まあそれに関しては死ぬほど恨むけど。絶対に許さない。俺の人生を壊したあいつら、俺は絶対に許さない。でも楽しんでたのは本人なんだよ。なんでそんなこと言うんだよ。辛い思いしたのは俺だってのによ。遊んでたんでしょ。遊んでたんじゃねえよ。やってたんでしょ。付き合ってやってたんだよ。これはよ。違うに付き合ってやってたんだよ。意味せんだよそれ。わざわざさ、こっちはさ大学の授業だってあるっていうのにさ。持ってんじゃねえよ。そんな中さ忙しい中さ抜けてってさ、これからあと10分後に待ち合わせがありますって時もさ、もうそんな時もさ。もうちょっとだけだよっつってしょうがないなっつってさ、うちに行ってあげたのにさ、雨のお前だよ。打てねえじゃんマジで。どうなってんだよあいつ。自分勝手にも程があんだろ。今自分勝手真っ最中だよ。自分勝手の確変出てるもんだって。おかしいよな、おかしいよな、みんなおかしいよな。なんだろうな、そうね。打ち狂ってんだよな。じゃあ大変だっつーの。ほんとうるせえな。え、何が？あ、ゾンビ？ゾンビうるせえ。消しちまえよお前の力で。のすか。の力でのすか。そうだよ、枯らせてやんなきゃな、の違いってやつ。そうだよ、見せてやれよヌンの圧倒的底力。どっちが本当のゾンビか教えてやるよ。最強のゾンビ決定戦。いいですね。おー、いいね、いいね。森林チックじゃん、森林チック。なんです、森林じゃん。なんです。あ、いいね。ね、感じで。え、なんか撃たれた、撃たれた、撃たれた。アディア
神殿のガーディアンじゃないですか。オタクセキュリティどうなってるんですか。むしろむしろバッチリでしょセキュリティ。やる死んでんじゃん。はい、いいと思います。すごいいいと思います。そうですか、よかった。ですね、はい、とりあえずはこんな感じで通路ができて、うん、横がこういう、まあ、水場があってですね。いいねー。後々この辺とかに建物建てたりできたらいいかなとは思ってるんで。いいんじゃないですか、はい、感じですかね。あ、一旦ここら辺をエリアしましたっていう感じです。はい、あ、いいね。あの拡張性もあっていいね。そう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 、のまた広げていくことは可能なので、はい、いいと思います。はい、